第2産業道路は、埼玉県にある複数の県道の繁称である、第2産業の略称がある、国道122号線と交差する、鳩ヶ谷歩道橋交差点埼玉県道34号、埼玉総加線,線区間埼玉県道1号埼玉、川口線区間埼玉県道1号埼玉、川口線区間埼玉県道1号埼玉、川口線区間国道463号バイパスと、 交差する中折強化交差点付近埼玉県道1号、埼玉川口線区間埼玉県道5号、埼玉勝武線区間埼玉県道35号、川口上尾線が産業道路と通称されていることに対しての名称である。東京都から東京都道埼玉県道58号台東川口線を引き継ぎ、草加市をかすめ、川口市で国道122号と交差。 埼玉市を縦断して、上尾市へ至る、産業道路の東側をほぼ並行しており、役割も共通しているが、両者が交差することはなく、完全に独立している。ほとんどの区間が4車線であり、国道17号と122号の間の空白域を埋める役割も持つ、以下の区間で構成される。1963年8月12日、埼玉県によって、東京都との境から、 桶川市の埼玉県道12号川越栗橋線へ、至る 31.8km の道路が、都市計画道路、東京大宮線として立案され、このうち、都県境から、上尾市の埼玉県道323号、上尾環状線へ至る 24.5km が、事業化された。完成区間から順次供用されて行き、2004年12月18日に、 埼玉市南区から緑区にかけての区間が開通したことで、起点から上尾市内の原子駅交差点までの 23.1km が完成した。その北の埼玉県道323号、上尾環状線までの 1.4km が2007年3月28日に4車線で開通し、当初の事業化区間は完成した。 さらに北の埼玉県道12号川越栗橋線までの 7.3km の区間は事業化の目処が立っていなかったが、埼玉県道150号上尾蓮田線までの 0.9km の区間のみ、2016年度より暫定2車線での整備に着手した。開通している区間の大部分は4車線になっているが、埼玉市見沼区内に2車線区間が1カ所ある。以前は2車線区間であった。 東部の打線とのアンダーパスを含む区間は2017年7月27日に4車線化したが、JR 宇都宮線を越える陸橋の前後は2車線のままとなっている。この区間は4車線化が事業着し見込みとなっている。また、上尾市原市で国道16号、埼玉県道3号埼玉栗橋線をまたぐ原始立橋は上下線の中央より2車線のみの構造であり、 外側2車線は、下の交差点へ向かう。埼玉都市計画道路一覧表 AB、埼玉勝負線の進捗状況。埼玉県。2017年4月15日閲覧。第2産業道路の4車線化共用開始埼玉市。平成29年7月20日記者発表。埼玉市地図情報地図マイナス。 www.sonicweb-asp.jp2020 年2月4日閲覧ありがとうございます。